今月追加されたテクスチャーを使うと、マテリアルをとてもリアルにできます。アセットブラウザーのニューコンテントから、テクスチャをドラッグアンドドロップします。これをリフレクションのラフネスに接続すると、光沢にムラが出てきて使い込んだような質感になります。バンプに接続すると、表面に凹凸が出るので、深い傷のようになります。 バンプの強度を調整するには、ハイトスケールの値を変えます。値をマイナス値にすると、凹凸が逆転します。ランプを挟んでベースカラーに接続すると、テクスチャをカラー変換できるので、錆びついたような表現も可能です。まずはベースの色を指定して、それから錆の色を決めます。 グラデーションの位置を動かせば錆びている範囲の調整もできますね。ノットを追加して、別の色を追加すれば、赤錆と青錆が混在したように見せることもできます。このようにランプシェーダーを組み合わせることで、グレースケールのテクスチャー1つで複雑でリアルなテクスチャーが作成できます。今回追加されたテクスチャにはひっかき傷のようなものから。 指紋の跡まで用意されていますのでぜひ活用してください。